どんどん自分から出たい出たいという。そうですね。でまた10月に大事な準決勝を控えているのからこうして出てくる素晴らしいですよ、宮城選手。はい、さあただ宮城さん、相手は韓国のライト級チャンピオンというのはベルトを持っている選手ですから、はい、ここはもう森井も完璧に倒さないですよね。そうですね、日本代表として、はい、さあ始まったロー蹴っていった森井。第5試合61キロ契約3分5ラウンド、前蹴りを出してきた19分。19分選手はですね、これはもう鋼のような肉体からですね、そうですね、飛び出すパンチが強いんですよね、うん、そこを、まあ、森選手は動いて、ああいう風にどうか、いいですね。結構ファイターですね、グローブを合わせながら来いというような。そうですね、19分気の強そうですね、うん。そしてまた宮城さん、はい、まあ、韓国人選手は心が折れないんですよ ね、 そうですね、なかなか。僕も韓国人でやったことあるんですけど、はい、もう硬いんですよね、体が、骨が硬いというか、うん、また体幹の強さもありますし、はい、どうでしょう石井さん、はい、ちょっと変則的な構えにも見えるんですが、まあ、そうですね、宇都宮選手はまあ今少し見ながら、はい、カウンター狙ってるんですかね。あ、左のグラブが下がってます、うん、まあ、森選手は冷静に見てますね、うん、はい、こういう感じだとローが蹴りづらいですよね、ちょっと、うん、そうですね、うん、ローに反応できてないですね。あ、そうですね、まあ、本来ならローに合わせて右を伸ばすかなというふうに見るんですが、さあ逆にミドルを蹴った19分、さあ森井が蹴りながら相手の力量を測っているのか。重金選手は少し重心が低いので、はい、やっぱこう森井選手のローに対してですね、まあ、足でカットを膝でブロックするんですけども、はい、まあ、そういう防御法があるんですけど、うん、ちょっと足を上げるのに時間がかかってしまうというか、まあ、上げづらいんですね、重心が下がって。なるほど。ちょっと速い森井選手のローに反応ができてないですね。そうですね、しっかりこう下から見上げるような感じになってます、うん、身長はほぼ一緒、171センチとプロフィールにありますが、見上げるか、ミドル。さあ森井がステップワークをしながらの入ろうという19分。キム選手ローにパンチ合わせようと思ってますね、はい、さあまだ左が伸びた、タイミングを合わせようという19分か。ハイキック右から左、パンチをかわして森井。ちょっと森選手やりやすいような感じはしますけどね、いつもより入ってきてないですね。ちょっとこう入ろうというタイミングで躊躇するというんでしょうか、思いとどまるというんでしょうか。なんでやりづらいですか。まあ、重機運選手がですね、やっぱりカウンターを狙っているので、そこをまあちょっとこう森選手がそれをもらわないようにちょっと様子見ながら今、はい、動いてます、うん、おっと宮城伸びた返す。あとは宮城さん、その19分のパンチの軌道ですよね。そうですね、まあ、何してくるかわからないんでね、はい、そこでまあ1ラウンドなんで、うん、第1ラウンド終了。バックスピンからローも見せました森。第1ラウンドが終わっています。ここは石井さん、まずは様子見というふうに終わった感じですかね。そうですね、まあ、19分選手も少しちょっとこうまだ技を隠してるという状態じゃないですかね。何か感じますか。そうですね、なんかいろいろな技を、はい、これから出してくるんじゃないかなという印象を受けますね。まあ宮城さん、ちょっと重心が低いかなという話も出てますけれども、19分、はい、2ラウンドどう動くかですよね。そうですね、ちょっと総合格闘技っぽい、そうなんですよね、構え方もありますけど、はい、まあ森選手のローは多分痛いと思うんで、はい、2ラウンド目カットしてくるのか、このままもらい続けるのか、どうなのか分かんないですけど、ジャッジの方は10対9が2人で森、そして残る1人はイーブン、10対1をつけています。さあまだ大きな差という感じには受け取れません。ラウンド2、第2ラウンドスタートです。まあ、ここから森選手手数出してくるんじゃないですかね。さあここです、うん、先に手を出したのはジュキフン、韓国のライト級チャンピオン。ジュキフン選手は結構攻撃、森選手の攻撃に対しても必ず返してるんで、はい、打たれっぱなしではないということですね。掴んで、さあ森もう少し前がかりか、ローを蹴ります。森選手もこうパンチからローに、もうローちょっと単発になってしまっているので、はい、パンチが得意のですね、パンチからのコンビネーションでローまで、
それでまたパンチを出す、その繰り返しでいった方がいいと思います。宮城さん、あるいはこれコンビネーション、速いコンビネーションあえて行ってみるというのも手かもしれませんね。そうですね、このまあ距離を打破するみたいな、はい、コンビネーションもありかもしれないですね。反発よりも、はい、でも19分選手のローキックもやっぱ威力ありますよね、はい、そうですね、はい、ローにロー合わせたんですね、はい、さあハイキックチャンネルだ、今左が当たりましたかね、まさかだと思いますね、ですね、はい、ほらこれはいい、もうワンツースリーといった19分選手、もうパンチ、森選手のパンチが見えてますよね。そうですね、はい、もう先に行こうという、そうですね、それに合わせてる感がすごいありますね、はい、さあ森、ボクシングセンスはありますね。なるほど、はい、さあ志願したのこのノックアウトボリューム4参戦、大事な準決勝を10月4日に残していますが、韓国ライト級チャンピオンの19分と相対しています。ちょっと効いてきましたかね。そうですね、森選手もすごくもう下を崩していったらいいと思います。まず相手を止めるということも大事ですよね、うん、そうですね、森選手もちょっとパンチ嫌なのかもしれないですね。ガードを固めてローを蹴ります。森中継選手も、おお、いけるいけるすごい顔が、パンチからのローをつなぐのが上手なので、膝、あ、膝、森選手も中継選手のローをしっかりカットしておかないと、あたあた嫌です、はい、これですね、はい、まだ第2ラウンドですが、あ、見えてますね。さあ5ラウンドまであります。さあ第2ラウンド残り40秒、受験生さん待ってますね。あ、簡単待ち、はい、そうですね、森選手が入ってくるのを待ってますね。ラスト30秒、さあどうする、ちょっと前を嫌ったか、やりづらそうですね、はい、そこをどう崩すか今考えながら、そうですね、こうきます、こうきます、はい、まあまあ、おっと飛んだ、まあ森選手がこういうスタート必ず返すと一旦レフリーが切れましたね、切れてる、あー、ちょっと森の左の眉でしょうか、あ、目尻、ただいま森選手、ジュッキー君選手の膝の攻撃の止血でドサーチェックを行います。膝ですかね、ちょっと小手膝ですかね、膝が当たりましたかね、はい、さあこれは膝によるカット、リプレイが出ます。あ、ヒットしますね、まあ、ガードは上がってるんですけども、ガードとガードの間から、そうですね、膝が入ってますね、台のグラブの下あたりから救うように、さあ再開されています。さあ森が前に、森が前に、熱い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 、ワン、ツー、スリー、ヘッド、ワン、ツー、最後ゴングなった後の右のフックがちょっと効きましたね。さあこの辺りカットを受けてからの森井の逆襲ですね、石井さん。そうですね、やっと今森井選手のそうです、ね、いい良さが出ましたね、はい、どうなんでしょう、ね、宮城さん、はい、まあ、思い切っていった方が当たったんですけど、そうですね、さっきあの石井さんが言ったみたいに、あの詰めてコンビネーションに行った方がいいっていうのを今やってくれたので、多分3ラウンド目多分切れて、これ以上広がりたくないんで、3ラウンド目もしかしたら仕掛けられると思います。赤森良樹、ただジャッジ1名10対10のイーブンとなっております。中期分もタフですね、ちょっと、いや負けてないですね、森井さんに、はい、でも切れたことによってパワーっていうか、やる気が増したと思います。セコンダー、安田さん、はい、なんか怒ったわけじゃないんでしょうけど、そうですね、でもその反発力みたいな感じがすごかったですね。ラスト3、ラスト3入ります。大丈夫、中期選手は来た、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 一気に来た、一気に来た、ただ中級を倒せない、冷静に行きます、距離を見て相手の手の届かない位置から蹴りも行きたい、蹴り行きたいですね、そうですね、アッパーどうかったですね、森選手は、はい、アッパー、おー、気が強い、気が強い、気が強いですね、これはどうかったですね、森選手は、効いているのか、中級分どういうこと、タフネス、韓国ライト級チャンピオン、中級選手は、まあ、気の強さでああいうことしてるんですけど、はい、森井選手のパンチまともに漏らしたら倒れたり、ダウン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 を取りました。さあ、ボディが効いた初期分、もちろん足つけますね、立てないか、リアルキーさん、これはもう何かなんですね、森井陽介が初期分がストップ、森井陽介、森井
ですね、顔をこいてユーダガードに無視してボディっていう感じが。トライの試合、第3ラウンド49秒、勝者、赤コーナー、森陽平。まあ、あの先ほどさやちゃん言ってましたけど、切られてからね、膝で切られてからもうなんか本当スイッチ入って、怒涛の攻撃 でああいう風に攻めて、あの詰めに行った時の森井選手は本当に強いですよね。爆発力がもう本当に半端ないので、なんかいつもの森井選手って感じしましたよね、そうですね、切れてからの後が、はい、まあ、最初序盤はちょっとこうジュキフン選手はちょっと不気味な部分がありましたけど、はいはい、まあもうあれですね、切れて良かったんじゃないですか、そうですね、本当こんな感じでしたね、きっかけになったみたいな、きっかけになったんじゃないでしょうかね、はい、さあ宮城さん、はい、あとは10月4日の町田比較選手の準決勝があるんですけれども、そうですね、前回のボリューム3でも加速して、また加速して、ちょっと町田選手怖いんじゃないですかね、うん、そうですね、これであのノックアウトのナンバータイトルの大会では村田でのドロー以外は全て KO ということになっています。森井陽介、この勢いのまま10月4日後楽園走り抜けるのか、皆さんこんばんは、本日は太田体育館に見に来ていただきましてありがとうございます。準決勝楽しみにしてたお客さん本当すいませんでした。まあちょっと10月4日の方に、スライドをしちゃったんですけど、見ての通り森井陽介は準備満タンなんで、10月4日町田選手と決着つけますんで、平日なんですけど皆さんぜひ後楽園ホールの方に見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。選手退場、終わってみればということにはなりますけれども、石井さん、まあ、最後本人はちょっと平日で気になっているみたいですそうですね、まあ、選手はそこ気になるところではあるんですけども、うん、できればたくさんの人に ね、はい、応援してもらいたいですから、はい、まあ、でもこの内容だったらもうまた見に行きたいとみんな思うんじゃないですか、ね、はい、3ラウンドには森井陽介エンジンがかかってフィニッシュをしました。韓国の10キフン相手に3ラウンドテクニカルナックアウト勝利です。弾みをつけた。